僕が、ピアフィルムフェスティバルという今でもありますけど映画のコンテストに、応募した時に、審査員が原さんだったんですね。大島監督と、小林信彦監あ、督、そうですね。そこの3人の監督が僕の映画を大変推薦してくださいまして、で今度その後に僕が大学1年の時に「モーメント」というこれも8ミリの映画なんですが、長編の映画を作りまして、これのビデオを原さん出してくださっそうたんでですすね。ね。ということで僕の短い映画人生のとても重要なところで原さん実は関係していただいてですね、とてもお力になってくださっていたということがあって、そういう流れで多分今日は呼んでいただいたんではないかと。いや、一言言いたいのはね、はい、手塚君の8ミリはすごい。い僕でもあんなことは、やらないことをやってるんですやいや、よそんなね。ことはないです。今は、日の映いや画いではや、もう十手分塚君はね、8ミリのオリジナルを斜めに切って、それでテープでバーッとつないで、ワイプやってるんですよ。あれは僕もやったことがない。だいやいや、から、ああいう8ミリの使い方するのは、手塚君が最初にして最後だと思うんですけどね、すごいなと思って、今僕もうは。8ミリほとんどね使われなくなりましたけど、ね、この映画は本当にいろんな映像メディアを原さん駆使されてまして、その8ミリのフィルムというのがあります。昔ながらの大昔に撮られたあれ、多分戦後に撮られた映像も入ってますあれね。は16ミあリでれはす。16ミリですね。そして8ミリがあって、で35ミリのフィルムもが風景がほとんど35ミリで使す。われてますよね。それから昔ながらのフィルムですね。そして普通のビデオの映像もちょっと入ってま芝居す。部分が HD ですありね。ます。あ、HD ですか。それはい。SD も使ってま SD す。も使ってますよね。だから本当にいろんな種類の映像を混ぜて使われてるんですね。で、ただそれが非常に効果的に使われています。多分何か明確な法則はないんだと思うんですけど、多分原監督の心の法則なんだと思うんですけど、それに従って使われていて、ちょっとこの後いろいろ話させていただきたいんですけど、非常に感動したのはですね、もう最後の方でそれが一つの映像にミックスされる瞬間があるんですね。8ミリの画像の中にそのハイビジョンの映像やそのデジタルの映像が混ざってきたっていう瞬間の映像があって、これは本当にね、鳥肌もで私は感動してるんですよ。これはもう僕個人の感想なんですけど、この映画はものすごく正しいと思ったんです。正しいって言い方変なんですよ。面白いとかね、良かったとか言うのはあれなんですけど、その面白いとこもあったし、良かったと思う反面、なんか正しいものを見てるって気がとてもしたんです。で、僕はもうこれ本当に僕の個人的な意見ですけど、日本はこういう映画もっと作んなきゃいけないと思いますね。それは僕もこういう映画をやっぱり目指したいと思ってますし、実は今自分が作りかけて中断してる映画があるんですけども、表現とか内容は違うのかもしれないんですけど、やはりちょっと近いものをすごく感じて、やはり本当にシンパシーを感じてますっていうか、こうじゃなきゃいけないという気がしますね。これはもう映画作家としての直感ですけそうどでもすね。ね。映画を扱ってるとですね、時間とか空間って実は僕らが思ったよりも不自由なものではないんだということが分かるんですね。要するにその物理法則って言われてますけど、一般的にみんなが理解している物理法則と現実は本当は違うというのが分かる。つまり、映画というのは皆さん、これ今日の映画98分ですか、90分です。98分ご覧になって時計を見ると98分進んでるはずなんですよ。だから時間はそれしかないと思うんですけど、でもこの映画の中に映ってる時間っていうのはもっと長いんですね。長くもあるし短くもある。その一瞬の心のひらめきかもしれないし、それは 0. 点数秒なのかもしれない。でもこれを作る間に10年ですか、10年近く10かかっ年てる。近くかかってる。10年っていうものすごい長い時間に作られてる。その10年っていう時間がですね、原さんの中にある10年が皆さん98分で見てるわけですね。で、これ映画ですから当然ここで映ってますけど、これ物質的には何かっていうと、今日はハードディスクなんですか、これブルーレイです。ブルーレイですか。ブルーレイって皆さんお分かりになりますか、こういうね、CD みたいな盤ですよね。これ片手で簡単に持てるんですよ。そんな重くもないしね。この片手で簡単に持てるものが98分で、もしかしたらこれ10年かもしれないっていうふうに考えていくと、時間って何だろうって思うんですね。例えば手がここからここまで動くという時に、123こういうふうに映像ってのは進むわけですよ、ね。ところがこれを、早くするにはもうね、その間を抜けばパッてなるし、ゆっくりさせようと思ったらこの1と2の間に時間を入れればいいわけなんですね。で、この映像の流れが普通だとこうなるのを123
3、4、5って言うとゆっくりになるじゃないですか、うん、時間が。そういう見せ方してますしてます、うん、それと同時にですね、実はこの見せ方がこれ細かいことやってるなと思うのは、うん、ただ1、2、3、4ってやってるとこもあれば1と2がダブってる瞬間が映ってる、うん、デジタル的にやるとそうなんですけど、うん、つまり1、2っていうこうなりながら進んでるように見えるところなんですよ、うんうん、でこれちょっと形事上的に考えると過去で一瞬の未来、過去と未来、ちょっと前とちょっと後が重なって今が見えてくるっていう瞬間がありながらの、映像の動きが作られてるんですね、うんうん、だからね、映像ってすごい不思議なんですよ。ちょっと前とちょっと後が重なることで今が見えるっていう、うんうん、でそうするとこれ昔の話なのかあるいは未来の話なのかってもう実は関係なくなってんですね、うん、今しかないんですね、ここに出てくるのは、うんうんうん、そう思ってみると非常にこれ未来的な前向きな映画だなって思うんですよ、うん、決して後ろに戻っていかないですからね、前にどん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 行くという、うんうん、それはだから映像のその効果とか仕掛けということと、うん、この、ストーリーで描かれている世界がものすごくシンクロしてるなと思って、うん、面白いなと思ったんです、うん、でそれと同時にごめんなさい、僕は先に喋っちゃう、いやいやすごい仕様ですよ、これ本当に、うん、個人っていうもの、要するに俳優さんが映ってますよね、うん、その個人を通してその後ろに村社会みたいなものが見えてきますね、うん、その後ろには国がある、うん、そして世界があって、うん、要は社会の後ろに世界というものがあって、うん、でもその後ろにもう一つ宇宙というのがある、うん、っていうところまで重ねて見せてもらえてるんですね、うん、だからちょっとした字幕でもものすごいその、宇宙的なことを言ってる瞬間があったり、あるいはこの世じゃない視点が出てきたりっていうのがピッとこう重なるんですけども、うん、これがねまたとてもこの映画のその、技術っていうものと相なっていて、その 8mm、16mm、35mm ハイビジョン、普通考えるとこれ技術がどんどん良くなって進歩してるっていうヒエラルキーに見えるんですけど、決してそうじゃない、うん、8mm で映ってるものはもしかしたらその個人というものなのかもしれないし、うん、その今世の中の映像全部ハイビジョンになってってるわけ、そのハイビジョンとかブルーレイっていうのはなんか世界を見せてるのかもしれないけど、実は同じなんだと、重ねてもいいんだという、うんうん、だからそういうふうにこの映画の中には全部重なるんですね、個人も社会も世界も宇宙まで重なって、そこに一つ の人間というその秩序が見えているという、うん、そういう構造が見えてきたんですよ、うんうんうん、だから時々僕も映画作ってる時にですね、もちろん脚本書く時にはいろいろ頭使って書くんですけど、でも頭だけじゃ書けないですよね、脚本って、うん、やっぱ映画作ってるとなんか自分でも説明できないイメージって出てくるんですよ。で大体それ本当に自分で作ってみてもこれなんだろうってわからないこともあって、うん、で大体そのプロデューサーはそういうところにやっぱりそのわけわからないものにお金は出したくないっていうのがあって、うん、でお客さんも混乱するからこういう場面はやめましょうよとかよく言われるんですよね。でこれどういう意味ですかって言われることが結構あって、スタッフからもよく聞かれるんですけど、僕も全く分かんないって答えてますよね、うんうん、全く自分でこれ説明できないから、うん、これ作るしかないんですよって言って説得するようにしてるんですね、うん、自分が理屈で思いついたことは変えられるんですよ、うん、いざとなれば、うん、だからそこはプロデューサーにね、その予算がないとか時間がないって言われればそこはカットしてもいいんだけど、自分で説明つかなくてやりたいところってカットするわけにいかないんですよね、うんうん、そのために何か作ってるんだろうっていう気もするもんですからね。